アモス・ダラゴンは、フランス系カナダ人作家ブリアン・ペローによって書かれたファンタジー小説のシリーズ。北欧の神話をベースに人間と神々の対立を描いた作品。アモス・ダラゴンシリーズは世界16カ国で出版されている。1作目、仮面を持つ者の最初の英語訳は2009年6月にサラライア・ブック・カンパニーによって出版された。2作目、 ウラハの鍵以降の作品も同様。このシリーズは15以上の言語に翻訳されている。はるか昔、世界は太陽と月、昼と夜、禅と悪によって二分されていた。禅と悪の神々は地上を我がものにしようと何世紀の間も死闘を繰り広げていた。対立が深まるにつれ、地上は争いに近づき混沌が訪れようとしていた。 神々を生み出した思考の存在白い貴婦人は、この事態を憂い、12歳の少年、アモス・ダラゴンに、特別な魔法の力を込めた仮面と、世界の平行を取り戻す使命を与える。魔法の仮面を身につけ、仮面を持つ者となったアモスは、神々の暴力を止め、まだ手に入れていない仮面を見つけるため、そして、世界の平行を取り戻すために、旅をすることとなる。 困難に見舞われながらも、動物人間の少年ベオルフや、ドゴン族の王女ローリア、ゴルゴン族の少女、メデューサといった仲間たちと共に、使命を果たすべく、神々やその手形と対立し、自らの役割について考えていく。日本で出版されたものについてのみ記述、すべて株式会社地区処房から出版されている。なお、日本では出版されてない続編三部作。 レッセインキャチューヤでブレイブスが存在する。初版2005年6月7日、初版2005年7月7日、初版2005年8月6日、初版2005年10月7日、初版2005年12月22日、初版2006年3月29日、初版2006年7月7日、初版2006年10月5日、初版2006年12月29日、初版2007年4月7日、 初版2007年7月7日、初版2007年10月6日、ありがとうございます。